え、来た怖い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 皆さん、皆さん、かやこですかやこです, ですジュオンっていうこのビッグタイトルを舞台上で表現するってどういう表現方法になるのかとか最初分からなかったんですけど、でもやっぱり、まあ、お話しいただいた時はすごい光栄でしたし、まあ、この誰もが知ってるこのジュオンという作品を同じ空間でその世界観をたくさん肌で感じれるっていうのは本当に多くの方に楽しんでもらえるんじゃないかなって思いましたね。お化けとか幽霊とかって皆さんは信じてますかという。安倍浩二は信じてます。基本的にはいるんじゃないかなと思ってますね。僕はあの霊媒体質で困ってます。人のいろんなものが見える、感じる、色まで見える、オーラ、時がある。やめません。今回だけは見えないようにしてもらっていいですか。そうなんですよ、一番怖いですよね、はい、何か見えてるんですか。やばいんですよ、家までね20人ぐらい連れ帰っちゃうんですよね。だからなかなか家に入れないっていう。やばい、怖っ。何よ、ほら、もうこれ絶対あると思ったもん。何これが聞こえる。絶対なんかあると思った。うわー、来た来た、え、来た。怖い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 から、やばい、ちょっと出てる。うわー、僕には見えないんですよ、皆さん。え、待って、カヤコですよ。ちょっと今日喋れない。そう、なんとフォトセッションから参加予定でした。はやこさんととしお君が少し早めに到着してくれたので。ちょっと待って、大丈夫。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、いや、大丈夫。静か、静か。なんでかやこより怖いんですか。やめてください。ダメです。お二人ともありがとうございます。また後で後ほど戻って帰るんですか。それで帰れるの。写真撮影の際にまたお戻りいただきます。フォトセッションって聞いてたから、うん、そうですね、フォトセッションの際にちょっとかわいいわ。かわいそうだよ。帰れんの。じゃあ、年を帰る。帰れんの。お母さんを帰れるか。お母さんと一緒に図書館掃除が必要ですね。白いのついちゃった。それは僕らで掃除しましょう。それは